どうせしようやけしょお前ら俺の口から言うのも恥ずかしくなってくるもん、なんかこの顔見て足切れした足切れした。いやいやだからあんたが耳が聞こえにくいとか言ってくれじゃん。違う、耳が悪いんだよ。いやいや、だけどあんたの声が小さいとかも考えるのじゃん。いやいや、ちょっと待って、お疲れ様です。お疲れ様です。久々に現場来たな逃げられてるよ。足場忙しいな。30連勤に叩かれ中30連勤よね。それはないです。20連勤だよ。そう、いや、マジです、マジです。何が働いて、いや、なんか俺がなんかしろとか言って、なんかコメントが今日変えたな殴らんようにしてんの、そうやって最低はまだ2回同士の仕事、今全然やってねえだろう。で、赤字なんちゃうの。それはないです。数字あるよ。新築ばっかなんですよ。結局スパンが長いんですよ。1年寝かせとかあるので、そういう仕事がまあ忙しいっていうのがいいことだけど、減らした方がいいんちゃう。うわー、いちゃおといちゃこだな。幸せもんす。幸せです。思うやろ。お前もちょっとここ立って、ちょっとお前やすお兄ちゃんみたいな。何この絵。ちょ、もうちょっと近づいて、ちゃんと。もう気ぃつかねえもん、なんかお前でけえもんな。でけえもんな、背はちっちゃいけど。背はちっちゃいけど背はあるもんな。もうなんかかっこいいよ、絵に描いた感じだな。今やったら乗り換えるよ。大丈夫です。いや、僕が遠慮するわ。何で言ってんの。幸せもん。でこいつが一応、まあ、17ライブとかの、まあ、責任者やったんだね。だから今ライバーも70人あるの。もうあなたエブリー、エブリーエブリーってやつね。結構1位2位争ってる。事務所でだよ。事務所として1位2位こいつ争ってる。いいとこ行ってます。今ちょっと YouTube とかこういうのもちょっと露出しとこうかって言ってちょこちょこついてきたんだけど、でライバーとかもっと集めるためにね。70人か80人あるんだタレント。ちっちゃい方だよこいつ。モテはしんけど、いや、お前がショーだったらショーがその70人のライバー配下をやりまくってるぞこいつ。絶対言ってったけど、ミオちゃんメンヘラなの。ちょっと怖いよ、打ち合わせあるで。まあいいや、これよかったら俺が新幹線で行くわとか言って、会社の経費で。じゃあどうなの最近のカップル事情は。健康。ちょっともういいか。ちょっとまあショート動画にしようかこれ。じゃあザ絶賛アンチに叩かれる21歳、もうやめたい。YouTube で晒すのやめてって。最近や TikTok とかインスタにすごい近いので TikTok もちょっとバズったりしてたんだよな。何、さっきの最近のカップル事情なんかちょっとあんの。まあじゃあミオがもう若いちまえやとかめっちゃ言われてるけど、まあ実際そのまあその、まあ、視聴者のさ、そういうこと書くやつはどうせしょぼいやつだから、そうそう、まあ、どうでもいいんだけど、まあ、そのカップル的にどうせしようやけしょお前ら。俺の口から言うのも恥ずかしくなってくるもん、なんか。どうせ、もうつい最近も知らなかった。嘘、どうせだよ。1ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらい、2ヶ月。2ヶ月。そう、もう幸せそうだな。気持ち悪いよお前。あ、何さらしてるよ別に。仕事や。カップル的にはどうなんですか。カップル的にどうなんですか。その動画どういうの。幸せなのか。幸せ指数はいくつだ。お前もう幸せが120ぐらい。いや漏れ出とるや。溢れ出とるや幸せ指数が。どれ幸せ指数。お前は指数って何。人生初の同棲。楽しい毎日。そう、たまんない。もうだってもうこいつ4時5時ぐらいから足をこうやってそわそわ、そんなことないから、そわそわって。いや今日8時に出るじゃん。前だったら8時へみたいな感じだけど、8時に出るともう早く帰れるわけよ。違う違う、そこじゃない。だからテンション爆上がり、明日8時 OK みたいな。違う違う、ご飯作ってあげれるみたいな。違う違う違う、そこじゃない。喜びは早く帰れるとかじゃなくて、何、朝早い方が最近は起きてるから。ああ起きてるからな。あ、なるほどな。中途半端じゃないからいいじゃん。だって偉いな、結構頑張っとんだよ。朝、前が起きる、5時、5時半とか起きるから。そこから寝ずに洗濯とかしようかな。まあその日によっても。寝る時もある。内緒で寝てる。別に寝はいいでしょ。寝るのが普通でしょ。なんか申し訳ない、罪悪感は。なんで？わかんないけど。なんで罪悪感？真面目よ。すごいね。ちょっと働いてんのに私出てる。いや、そうそう、こいつ効果じゃない。効果下に来るんだよお前。だから嘘で翔くん、はい、もうお前からの口からなんかおもない、もういい話はいいやん。もうえ
いい話はいいや、悪い話聞きたいな。なんかね、あるの、うん、1ヶ月、2ヶ月で、まあ、お前は一応さ、1ヶ月で2ヶ月、もう最初から思ってたことがあるんですよ、うんうん、同棲して、ちょっとあるの。まず一応寝れない寝れない、寝れない、夜が激しい。寝れてるじゃん、21歳、夜、ってないと忙しい。ナイツ、ナイツマン違うよ、ま、そういうことじゃなくて激しい、行かない違う、激しいのか行かないのか、回数求める、違う夜はやってない、夜はやってない、夜はとかじゃないと言うだから、うん、朝は朝うるさい朝何、どういうこと、どういうこと、喋りかけてくるんですよ。まだ見ようとしても、うん、で僕はミオちゃんを背を向けこうって寝るんですよ。それでもやっぱあ、もうマジでほど寝かしてんじゃん。もう何時ぐらい、9時10時です、設定時間9時10時です、9時10時です、9時10時、ショウ君が寝たいと言っても寝ようとしてるわけじゃん、 YouTube 見てます、あ、YouTube、簡単向いて、はい、いや僕は YouTube 見て寝るのがなんかそのルーティーンと寝るって別村が寝れやん、寝ながら、あ、見ながら寝てきたいみたいな、はあ、じゃあお前ら言い分ある、これに対して、うん、いっぱいある、ない、え、まず、うん、もうずっと携帯なわけですよ、 YouTube とかじゃなくても常に携帯なわけです、帰ってきてから帰ってきてね、携帯なわけですよ、ご飯食べてる時も携帯触る、まあ触らない時もあるけど触ってるわけでしょ、喋りかけても帰ってくる、食事中に、まあそれはバラバラ、その時によるけど、うんうん、触ってる時もあれば触ってる時もあるよ、うんうん、だけど、まあ、携帯触ってると人の話聞かないでしょ、うん、本当携帯触ってるから、そうそうそう、だから 2,3 回質問しないと答えない時とかあるの、うんうん、もしかしたらあった感じ、うん、聞くよ、うん、それはさすがにひどいな、でしょ、それはちょっと言い分違うな、どうでしょ、寝かしてくれないのと、いや、そうそう、まあ、だからそれ寝たいならその前のことちゃんとしとけよって感じじゃないですか、それが毎日毎日じゃないわけですよ、あ、毎日じゃないんだ、じゃない、いや毎日 YouTube 見てるから、毎日ずっと携帯それは寝るときは毎日見ますけど毎日、うん、けど飯の時は毎日 YouTube 見てないですよ、だからそれを言ったじゃん、触ってると触ってないと変わるよって、お互い様でしょ、お互いってことは、でまだある、ない、何するにしてもついてくるんですよ、うわー、それきついな、うざい女、マジでうざいな、それは行かせよ、まあ、帰るじゃないですか、うん、で帰って、まあ、最初に、うん、水飲みたいなと、うんうん、飲み行くとそれでもついてきて家の中で、いや、そういうこと、ちょ、コンビニ行くわ、あ、じゃあ私も行くとかじゃなくて、違います、で、まあ、じゃあ飯作ってて、ああああ飯作ってる間にこのベッドに行こうとするんですよ、ちょっと寝転ぶと寝てみようと、でそしたらそれもついてくるで、ご飯できた、ご飯食べます、で、風呂入りますから、うん、お風呂にもついてくる後ろ入るの、一緒に入ろう、いや、ほんとやめて、あ、一緒に入りたいんだ、お前は、え、違う違う、もうずっと一緒にいたいんだ、トイレにもついてくの、あ、そうです、マジで、いや、それはちょっとふざけてでしょ、ふざけてない、毎日、いや、トイレはふざけてだよ、はトイレはふざけてる、うっそ、そうやって自分言うけど、まず1個、まずそれには1個あるよ、うん、ちょっと、自分よく言ってるけど、まず帰ってきて、ただいま言わないんだって、だからミオはただいまを言わせるためにまず第一についていく、だってどういうこと、どういうこと、ただいま言うまで離れないとか言うの、違う違う違う、いや、ミオはおかえり、あ、ただ、あ、じゃあミオがおかえりって言っても無視、笑ってるだけなの、あ、どういうこと、あ、そういうことだ、あ、こいつもじゃあ結構のろけどうだ、違うんです、あえて言わずに、自分がなんかついてこられます、嫌ですみたいな感じだけど、うん、逆にたまについてくる時もあるから、それは酔っ払ってる時そんなこと言ったら自分だけ被害者ずらしてる、うん、なんかお前負けてない、負けてない、完全に負けとるぞ、じゃあただいまって言わないのちょっとおかしい、ただいま言ってるんですよ、言ってる、聞こえてないんですよ、じゃあどんな声で言ってるの、ただいま、これは嘘、これは嘘、絶対嘘そんな広い家じゃねえだろ嘘、でも何なの、お前もついてきてほしいもんで、あえてただいまって言わずに、いや、ミヤがついてくるのが嬉しいんじゃない、何も嬉しくないですそうでしょ、チア喧嘩が自分楽しい、でもただいまって言わないのが悪い、お前からの文句なんですか、やられた、やられた、やられた、そう、全てが正しいわけじゃないんだ、誰がいたい、そんなお互い様だよね、帰ってきたら別にあんたが正しいわけでもない、お、あんた出た、あんた出た、めっちゃ言った、そう、じゃあなんか俺は間違ってない、ミヨちゃんが間違ってるみたいな感じだけど、あんたが正しいわけでもない、全て自分をいい風にするんですよ、ああ、それはあんたも本当はどっちが正しい、いや、お互いの意見はあるですよ、
で両方を聞いて、うん、こっちの方が正しいねって決めるもんじゃないですか、喧嘩して。そうだな。こっちは自分の意見もバーってくるもんで、大きい声でな。あ、それをすごくわかる。だからもう自分の考えは曲げないんですよ。あ、向きになってな。あ、私はこうだからとか、私はこうだからあなた合わせてっていうところあるよ。人の話も聞かないし。それはあったまで。確かにな。あ、賞もあるか。賞ないだろ。質問しかないマジで。あ、そうか。もうミオが喋ってる途中で、うん、なんか言ってくるんだ。なんて。で、その喧嘩の時とかはね、ミオがこうやってなんか言ったら、それをいい、なんかその上からかぶせてくるの。なんて。だから最後まで聞いてみたいな感じがミオが言ったら。最後まで。眉毛がピクピクしちゃう。マジゲッシュルで。眉毛バチバチ入れたりさっきから。まあ尽きないね。顔見て、足切れした、足切れした。だってこんなに人がおるのに、二人きりで出す顔なんでね、それ確実に。言い分聞こうかなと思って、自分言いたい方だなと思って。だから、あんたが耳が聞こえにくいとか言ってくるじゃん。耳が悪いんだよ。いやいや、だけどあんたの声が小さいとかも考えんのじゃん、逆に。俺はちゃんと喋ってるし。だからそれが響いてないからでしょって。でも俺はみんなに声が小さい。出た。俺は声が小さいって言われたことないもん。普段はでかいけど、そういう時は小さいの。大きいって。小さいって。耳が悪いんだよ。じゃあだから声が小さいって、あんたが。聞き取ろうとしてない、まず。じゃああんたも喋ろうとしてない。喋ろうとしてるから喋っとる。じゃあ聞こえてないから。はい、終了。お前もこういうの見て、彼氏欲しい、彼女欲しいな、彼女欲しいなと思ったんだろう。そうですね、2年ぐらい抱いて欲しいですね。はい、こう言い上げしちゃうのも可愛いよ。あ、言い合いしちゃうのも可愛いよな。まあ2人はなんだかんだ、なんだか案外ミオもきついように見えて合わせるからな。朝飯も全部作るし、いいね。そんな感じです。足場の取材、さっきもちょっと言ったけど、今ねちょっと外注さん足場も結構動いてるんで、手間受けやれるところも募集してます。トラック1台で行くとか、あとは本当、まあ、常用で来てくれる協力業者、はい、まあ、従業員となるとやっぱりよっぽど経験者じゃないといかんのですけど、あと材料の買い取り、そこは本当に関東関西まで買いに行ってますんで、ぜひまたねちょこ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 声をかけてくれてるんで、買い取り道場、入居道場、足場買い取りやってますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、チャンネル登録マジでしてる。なんだか出てきた。ちょちょちょ、チャンネル、いやこうね、頑張っせっかく頑張ったから、はい、いや最近またクククって伸びてきてもらうな。もうそろそろ20万人、ぜひ皆さんちょっと応援してください。お願いします。うん、お願いします。お届けでーす。なんか嫌なんだけど。